パウル・クレイは20世紀のスイスの画家、美術理論家、ワシリー・カンディンスキーらと共に、青騎士を結成し、バウハウスでも教弁を取った。その作風は、表現主義、超現実主義などのいずれにも属さない、独特のものである。1879年、スイスの首都、ベルン近郊のミュンヘンブーフゼーに生まれた。父は、音楽教師、母も、 音楽学校で声楽を学ぶという音楽一家であった。クレイ自身も早くからバイオリンに親しみ、11歳でベルンのオーケストラに席を置くなど、その腕はプロ級であり、1906年に結婚した妻もピアニストであった。クレイの音楽に対する深い理解は、バッハやモーツァルドラの古典音楽から、ストラビンスキーやヒンデミットラ現代音楽にまで幅広く及び、 クレイの作品の画題には、ポリフォニーや風画といった音楽用語が用いられているものもある。その一方で海外への関心も、すでに幼少の頃から芽生えていた。また文学にも興味を持ち、創作に手を染めたこともあったが、迷った末にクレイは、音楽や文学ではなく絵の道を選ぶことになる。ただ絵に専念することを決めた後も、音楽や文学への関心は、薄れることがなく、 一日にバイオリンを何時間も演奏したり、また詩を作って日記に記したりもしている。18歳の頃から書き始めた日記は、日々の出来事や創作した詩を書くだけのものにとどまらず、クレーの絵画及び芸術に対する考えや方向性を鍛え上げていく場となった。1898年、当時はパリと並ぶ芸術の都だったミュンヘンに出て、2年後に美術学校に入学し、 象徴主義の大化フランツ・ホン・シュトックの指導を受ける。なお、シュトックは、カンディンスキーの恩師でもあった。ただ、学校の確一的な教育はクレーに合わず、一年後の1901年には、退学している。同年から翌年にかけて、イタリアを旅行して、ルネサンスやバロックの絵画や建築を見て回り、特に建築の純粋さから多くを学んだ。1906年、 リリー・シュトゥンプフと結婚してミュンヘンで新婚家庭を営み、翌年には息子フェリックスが誕生した。まだ無名の画家だったクレイには収入源がなく、リリーがピアノ教師として働くことで家計を支え、代わりにクレイは育児をはじめとする様々な家事に携わった。フェリックスを育てる上でのクレイの手による詳細な育児日記が残されている。フェリックスは後に パウル・クレイ財団を設立し、スイスでのクレー作品の保存に尽力した。クレーは初期には、風刺的な銅版画やガラス絵などを試み、またアカデミックな手法の油絵を残している。1906年以降、ミュンヘン分離派展に銅版画を出品し、1910年にはベルン島で古典を開く。この頃は、セザンヌやゴッホラの作品に感銘を受けつつ、 独自の道を模索していた。また、カンディンスキー、マルクらと知り合って、特に、マルクとは、親友となり、彼らが立ち上げた、青木支店には、第二回展から参加した。1912年には、パリで、ロベール・ドローネと出会い、その後彼のエッセイ、光について、ドイツ語に訳している。この前後に、光と色彩のフォルムや線描についての探求が、 始まり、特に線描については、風景画において輪郭のみによる描写の単純化が進み、次第にその輪郭の線そのものが重視され、その自由な動きが追求されることになった。その成果は、ボルテールの小説、カンディードの挿絵として描かれた一元の絵に、結実するとともに、その後のクレーの絵の抽象化や、独自の画風の確立にあたっての原点の一つとなる。 クレーの画業において天気となったのは1914年春から夏にかけてのチュニジア旅行であった。この旅行に感銘を受けたクレーは鮮やかな色彩に目覚め作風は一変した。色彩は私を永遠に捉えたのだという言葉がチュニジアでの体験を端的に表す一節として日記に残されている。クレーの画集等で紹介されている色彩豊かな作品はほとんどが この旅行以後のものである。またこの頃からクレイは中小絵画にも踏み込み、その後の表現の幅は飛躍的に拡大した。1915年にはリルケと知り合い、互いの作品に関心を抱き合っている。第一次世界大戦が勃発すると、多くの芸術家も兵士として動員され、クレイの知人であるマルクやマッケラは戦死した。特に親友マルクの死はクレイに、 大きな衝撃を与えた。クレイ自身も1916年から1918年にかけて従軍しているが、クレイが新進の画家として次第に認められるようになるのもこの頃からである。この時期のクレイは絵に文字を取り込む実験なども行いながら、苦笑とも抽象ともつかない、あるいはその両面を備えた絵を手がけていた。その後のクレイの作品の多くに見られる。 多分に抽象的でありつつ、形が常に意識されて描かれているという傾向は、すでにこの頃に解体されている。1919年にはミュンヘンの画商、ゴルツと契約を結び、翌1920年にはゴルツの画廊で大回古典が開かれた。またエッセイ、創造的心情告白を発表し、現代美術の最前線に位置する画家の一人として知られるようになる。 同年にバルタグロピウスの招聘を受け、翌1921年から1931年までバウハウスで教弁を取った。この時期にはニューヨークやパリで古典が開かれ、第一回シュルレアリスム展に参加するなどクレイの名は国際的に知られるようになる。また、ロシアから戻って同じくバウハウスの教授となったカンディンスキーとは一時期アトリエを共有しており、オットーネーベルや クルト・シュビッター・スラとも、信仰を深めた。クレイは、造形や色彩について、講義を行い、後には、カンディンスキーと共に自由絵画教室を担当する、傍ら、絵画理論の研究に取り組み、多くの理論的著作を残した。造形について、色彩についての様々な研究は講義のための準備と、クレイ自身の表現の探求の両方を兼ねており、そのような研究を経る中で、 クレイの芸術館と絵についての考えは一層進化していくことになる。その一方で各地への旅行も行い、特に1928年から翌年にかけてクレイ協会の支援を得て実現したエジプト旅行は、その後のクレイの作品に多大な影響を及ぼしている。バウハウス退職後は1931年から1933年まで。 デュッセルドルフの美術学校の教授をしていたが、1933年のナチス政権の成立と共に始まった前衛芸術の弾圧はクレイにも及び、批判も激化する。美術学校からの給食の通達やアトリエの家宅捜索を受けたクレイは、身の危険を感じた妻、リリーの促しもあり、生まれ故郷のスイスベルンに亡命した。しかし、ドイツ国内の銀行口座が凍結され、 経済的な困窮に陥る。さらに亡命の2年後に原因不明の難病である皮膚硬化症が発症し、晩年の5年間は療養と闘病の中で制作を行うことになった。ナチスによる弾圧は大敗芸術展へのクレイ作品の展示、ドイツ国内の公的コレクションの応酬にまで及んだ。亡命直後は創作もはかどらず、 作品数も激減するが、1937年には、復調し、旺盛な創作意欲を見せた。また同年には、ピカソとブラックがそれぞれクレーを訪問している。1939年には創作の爆発に達し、デッサンなども含めた1年間の制作総数は1253点に及んだ。この頃の作風は、手がうまく動かないこともあって、単純化された線による、 独特の造形が主なものとなる。一時期は、背もたれのある椅子に座り、白い画用紙に黒い線を引くことにより天使などの形を描いては床に画用紙を落とすことを繰り返していた。1940年、画家に無題を残して、ロカルの近郊のサンタニエーゼ療養所に移り、その地で死去した。ベルンのショースハルデン墓地にあるクレイの破壊には、この世では、 ついに私は理解されない。なぜなら未だ生を受けていない者たちのもとに、死者のもとに、私はいるのだからというクレイの言葉が刻まれている。芸術は見えないものを見えるようにすると主張していたクレイの作品は、通常のキャンバスに、油彩で描いたものは、むしろ少なく、新聞紙、厚紙、布、ガーゼなど様々な指示体に、油彩、水彩、テンペラ、 のり絵の具など様々な画材を用いて描いている。サイズの小さい作品が多いことも特色で縦横ともに1メートルを超えるパルナッソス山へのような作品は例外的である。パウルクレイセンター2005年6月には故郷ベルに約4000点の作品を収蔵し彼の偉業を集大成したセントルムパウルクレイがオープンした。バルター・ベンヤミンの 歴史哲学艇税で語られる巧妙な歴史の天使論はクレイの新しい天使に触発されたものである。ベンヤミンはドイツからの亡命途中ピルネー山中で自殺するまでこの絵を稽古した。日本では宮城県美術館に35点のコレクションがある。ありがとうございます。